はい、どうも向井田です。今日はですね、先日 TJ さんといういつも有益な情報を提供していただいている方が、DJI のコピロットとい うバックアップデバイスですねのご紹介をしておりました。まあ DJI のコピロットはご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ドローンメーカーの DJI とデバイスメーカーが組んで作ったものと認識しております。で、私が使っているのはこの WDウエスタンデジタルのマイパスポートワイヤレスプロという機械です。これもですね、ノートパソコン不要で単体起動して、バックアップすることができると。まあこの通常こういったメディアを使って、カメラとかドローンとか撮るわけですけども、これを挿入することによって、バックアップ取れると。つまりノートパソコンなしでバックアップすることができるというデバイスです。ここにですね約10ギガのデータをこう入れまして、それが何分ぐらいでバックアップが完了するかというテストをしたいと思います。まずですね、バッテリーの残量の確認ですけれども、ここにボタンがついてます。このボタンをですね一度押しますと4つランプがつきました。これはつまり 80% 以上残量があるよということを示しています。残念ながらウエスタンデジタルのマイパスポートワイヤレスプロには、液晶画面がございません。 DJI のコピロットは液晶画面がついていてですね、もうちょっと分かりやすくこのデバイスの状態を知ることができるんですが、まあウエスタンデジタルの場合は必要最小限ということになります。ではですね、このデバイスを起動したいと思います。今電源が入ってない状態ですけど、もしパソコン等につなぐんであれば、この電源が入っていない状態じゃないとデバイスとして認識しません。逆に電源が入って起動してしまうとデバイスとして認識しなくなると、パソコンからは見えないということになります。電源ボタンを長押ししています。はい、今電源が入りましたが、起動中ですね、この Wi-Fi のマークが今点滅してます。これ完全に起動すると点滅から点灯に変わるということになります。で、このデバイスの、まあ、特徴になるかどうかわからないんですけども、まあおそらく中には Linux か何かが入っていて、一つのコンピューターとして動作しますが、これ自体が Wi-Fi のゲートウェイになります。なので、このデバイスの中身をスマホから Wi-Fi でつないでウェブブラウザーで見ることができたり、あるいはこれ自体が Wi-Fi のゲートウェイで私の自宅のWi-Fi ルーターにつながる設定をしてますので、ここにつないだとしてもインターネットを見ることができると。はい、ここで上がった状態ですね。そんな形のデバイスになります。はい、今このデバイスが起動している状態です。で、 Wi-Fi 見てもらえばわかるんですが、今自宅につながってますが、この下にマイパスポート 2.4GB 云々っていう表示がされてます。これをタップすることによって Wi-Fi でつなぎに行くということでつないでみます。はい、つながりました。で、このつながってる状態でウェブブラウザーを起動して、もうつながっちゃってますね。もう一回まあアクセスしますと、このようなトップ画面に行きます。はいはい、今充電 100% ですね。で、このモデルは 2TB ですね。2TB のモデルなので、その今内訳、まあ動画で、何 TB 使ってて、音楽、写真で何ギガ使ってるみたいな表示を見ることができます。空き容量が454GB ということで、だいたい4分の1ぐらい空いてる状態です。で、先ほどちょっと言いました、ネットワークにも出れるというんですね。真ん中がウエスタンデジタルのデバイスで、これがまあスマホと。で、これを経由してインターネットはこのデカホームゲートウェイというこの家の中の Wi-Fi ルーターにつながっているというようなことが見て取れます。それからですね、ちょっと大事なのが、まあ他のデバイスを僕はいじったことがないんで逆にわからないんですが、この特徴的なのがですね、まあこの SD カードを読み込む、ここですね、 SD カードインポートモード自動云々、私自動切ってます。自動というのは SD カードを入れたら自動でこうパカパカとこうコピーを始めるモードなんですが、時々自動で動かないことがあるんで、逆に手動でマニュアルで明示的にコピーを動かした方がまあ分かりやすいというふうに思ってオフにしてます。で、大事なのはここですね、新規部分をコピーと全てをコピーというのがあります。新規部分は
ファイル名とおそらくタイムスタンプを見てると思うんですけども、あるいは容量かな、見てると思うんですけども、同じファイルがある場合にはそれはコピーしないで差分だけをコピーするというモードです。私の場合はドローンだとよく朝昼晩と、晩というかこう日の出昼間日の入りとサンセットと1日3回は撮りますので、 SD カードに入っている情報を毎回全てコピーしようとしますので、まあ掛け算で容量を食うということで、私は新規部分だけをコピーすることにしております。はい、では早速コピーをしてみたいと思います。約10ギガのデータが入った64ギガの SSD ですね、これを挿入します。で、今ですね、何かイニシャライズしてます。おそらくこれでファイル名とかタイムスタンプとか、まあ何をどのファイルをコピーするかというのを確認してるんだと私は勝手に思ってます。違うかもしれません、はい、で今点滅が終わって点灯しました。これでコピーの準備が完了しました。で、先ほどのこのバッテリーの残量を確認したボタン、これを早押し2回することでコピーがスタートします。では押してみます。はい、開始しましたね。はい、そんな形でございます。まあ、こういうデバイスを使うのも先ほども言った通りですが、とにかく荷物の量を減らしたいということがあります。で、私は撮る動画というのは基本的には旅先、その出先では編集はしませんので、ノートパソコンはいらないと。ドローンの映像とかも軽い映像は iPad でやればいいし、まあ、ノートパソコンを持っていくんであればやっぱりバックアップのために持っていくということになるんですが、結局ノートパソコンもまあ2キロから3キロぐらいあります。で、AC 電源等々を持つと、まあ、もうちょっと重くなるということで、3キロあればですね、結構なバッテリーでも結構な量を持っていきますので、少しでも量を減らしたいということでございます。まあ、ドローンだけで大体2機、1眼レフ2台から3台、その他細かい、カメラ機材、三脚、まあ、食料から機材までですね、全部合わせて、まあ、少なくても30キロ、多い時だと40キロぐらい、これ一人で担いで、やることになるので、やっぱりこう、ちりつもですけども、その辺の重量を減らしたいというところでございます。はい。まあ、あと全然関係ないんですけど、まあ、自分はよくフィリピンの、まあ、山奥とか無人島とかに泊まりで撮影に行くんですが、まあ、とにかくやっぱり環境が良くないというか、カメラには非常に厳しいというか、よく機材が壊れます、はい、熱でだれちゃうというのと、湿度なんでしょうかね、しょっちゅう機材が壊れたり暴走したりします。まあ、この機材は外で使うことっていうのはまずないので、壊れることないと思うんですけど、はい、終わりました。約4分30秒ぐらいですかね、で完了しました。まあ、どうなんでしょう、コピロットより少し早いのかな。まあ、メディアのスピードもあるかもしれないですけど、まあ、おおむね4分半で終わりました。ちなみにですね、あれを見てみようかな、バッテリーはドン、あ、やっぱ 2% ぐらい落ちましたかね。という、あ、今この容量、利用し使った容量も変わりましたね、ということで情報がアップデートされております。はい、これがですね、ウェスタンデジタルのワイヤレスプロをパソコンに接続して、繋いでみてるドライブの中身です。まあ、いろいろフォルダーあるんですけども、 SD カードの中身がインポートされてくるのはこのフォルダーですね。はい、私が購入して最初にコピーしたのがおそらく7月27日、これなのかな、古いの消しちゃってる可能性もあるんですね。まあ、私の場合このパスポートから最後は Google ドライブに上げてしまい、私の場合Google ドライブ制限 無制限なので、最終的ないわゆる固めたファイルはそこにアップロードして最後のバックアップにしております。でずらずらずらっとあるんですが、これ先ほどですね、まあ、テストしたフォルダ、今日の日付ということで、このような感じで、まあ、フォルダの構成こんな感じになりますね。これはカードのこれ ID なんですかね、それとカードの名前と、
まあ、ファイルが4つ入ってきます。こんな感じで、ドライブから見えるということになります。